ラ娘はフィンセント・ファン・ゴッホにより1888年7月に描かれた肖像画、油彩画、同時期に描かれた素描3点も残されている。娘とはゴッホがピエール・ロティのお菊さんを読んで知った日本語である。この絵のモデルはアルルの少女であるが、ゴッホが異国である日本の少女のイメージを投影して、この絵のことを手紙の中で娘と呼んだことから、 一般にも、ラ娘と呼ばれている。ゴッホは、1888年2月、弟テオと同居していたパリから、南仏のアルルに移り、以後、郵便夫ジョゼフル・ーラン、ズワーブ・ヘイなどの肖像画を含め、後世に残る名作を数々制作していた。ラ娘はその年の7月末に制作されたことを、ゴッホの手紙から知ることができる。 おそらく7月18日から25日までの一週間に描かれたものである。1888年7月29日、ゴッホは友人の画家ベルナールに宛てた手紙の中で次のように説明している。12歳の若い女の子の肖像画を仕上げたところだ。目は茶色で、髪と眉毛は黒、肌は紅灰色、背景は強くベロネーゼを帯びた白、上着は地のような色に、 バイオレットのストライプ、スカートは青に、大きなオレンジの水玉、可愛らしい小さな手に、強竹刀の花を持っている。同じ日に、手をに当てた手紙には、次のように書いている。君が、娘とは、何のことか知っているなら、僕はそれを一つ描いた。一週間丸々かかって、他のことは何もできず、調子はまたあまり良くない。それがなことで、もし調子が良ければ、 合間にもっと風景画を片付けられるのだが。しかし、娘を仕上げるために僕は、精神的な力を節約しなければいけなかった。娘というのは、日本人の女の子。この場合は、プロバンスの子だが、12から14の子を言う。これで、ズワーブヘイト彼女と、2枚の人物画ができた。中力若い少女の肖像画は、ベロネーゼグリーンを強く帯びた白い背景で、見頃は、 ストライプの入った血のような赤と紫だ。スカートはロイヤルブルーに大きなオレンジ黄色の水玉がある。肌の光沢のない部分は広範色で、髪は紫がかっていて、眉は黒、まつげも。目はオレンジとピルシアンブルー、胸竹刀の小枝を指の間に持っている。というのも両手までに入っているから。妹ビルにも次のように説明している。 僕の手元には十二歳の少女の肖像もある。茶色い目、黒い髪と眉、黄色が勝って光沢のない肌だ。彼女は肘掛け椅子に座って血のような赤に墨で色のストライプの上着、深い青にオレンジの水玉のスカート、手には強竹糖の一種が握られている。背景は薄い緑でほとんど白だ。ゴッホが読んだロティのお菊さんには 娘という単語について次の通り説明がある。娘とは若い女の子、若い女性を意味する単語である。日本語の中でも最も可愛らしい言葉の一つだ。もうえとフリムッソという言葉の両方の語感があるように思われる。私はこの意味を表現するのにぴったりくるフランス語の言葉を知らないので、この単語をしばしば使うことにしたい。コッホは 7月31日付の手を当て書館で友人のマックナイトがゴッホのところに来て若い少女の肖像を良いと言っていたと書いている。ゴッホはまだ油絵具が完全に乾いていないラ娘をパリの手をに送ることにした。8月13日頃の手紙でゴッホはアルルからパリに向かう予定のミリエ商位に収策36枚を託し、 テオのところへ持って行ってもらうつもりだと書いている。そのうちの一枚が娘の油絵であったと考えられる。9月3日の手紙では、テオに僕から送った収作はまた完全に乾いていないから、できる限り空気にさらしてほしい。しまい込まれたり暗いところに置かれたりすると色が悪くなってしまうかもしれない。だから若い少女の肖像、収穫、海の象形。 枝の垂れた木と信葉樹の茂みのある庭園の絵は画家にかけておいてくれると良い。僕はこれらの作品に少し愛着を持っている。と依頼している。カミリユ・ピサロが9月6日にテオに会いに来た時、テオはラ娘をピサロに見せている。ゴッホはピサロがあの若い少女に何者かを見出してくれたことはとても嬉しい。と書いている。 この絵を相続したテオの妻ヨハンナファンゴッホ・ボンゲルは1905年アムステルダム市立美術館で行われた回顧展などに本作品を出品している。要はこの絵を1909年5月画商 CM ファンゴッホの店に売っており、これを介して同年ミュンヘ編のカール・シュテルンハイムに売られている。1917年までに画商を介してパリの収集家の手に渡り、 その後、スロの収集家が所有している。そこから1928年1月3日に画商に、売られ1929年5月21日、パリの画商を通じて、ニューヨークの収集家チェスターデールに買い取られた。同じ1929年、ニューヨーク近代美術館に貸し出されて展示されている。1931年には、ニューヨークの美術館に、 マドモアゼルがシェの肖像として出品されており、何らかの取り違いがあったものと思われる。1932年にはニューヨークのメトロポリタン美術館に、1933年にはシカゴ美術館に同じくマドモアゼルがシェとして出品されている。デールからの遺像により1963年、ナショナルギャラリーが取得し、イゴドギャラリーで収蔵、展示されている。 2010年1月から2012年1月まで同ギャラリーの印象派からモダニズムへチェスターデールコレクションと題する特別展に展示されていた。強築刀の花。モデルの少女の服は青とオレンジという補色の関係にある色彩がコントラストをなしている。背景は淡い緑色であり、水平方向と延直方向に筆使いが残っており格子状になっている。 この背景に対して、太いストライプと変わった水玉模様が浮き出ている。他の部分に比べ顔は注意深く造形されており、ゴッホのモデルに対する共感を示している。顔に比べ、例えば両手はラフに描かれている。ラ娘ムスメは、ゴッホがアルル滞在中に制作した一連の肖像画の一つであり、ゴッホは肖像画ほど自分に無限を感じさせるものはないと述べ、情熱を注いでいた。 モデルが持っている花は、自然の生命の循環と再生に対する彼の信念と関係しているのではないかとの指摘がある。ゴッホは、1889年4月の書簡の中で、京畜刀、ああ、それは愛を語ると書いている。また、1888年9月には、黄色い家の入り口の両側に、京畜刀を2本植えたいと書いている。さらに、京畜刀と本のある生物では、 ゴッホにとって明るいイメージを持っていたエミール・ゾラの生きる喜びの小説本と共に描かれている。こうしたことから、教築等にはゴッホにとってのユートピアを象徴する意味合いがあるとも指摘されている。ラ・娘にはゴッホによる素描が3点残されている。ゴッホは友人の画家ジョン・ピーター・ラッセルに油絵を元に描いた素描12枚を送り、 そのことを8月3日頃の手紙で書いているが、そのうちの1枚が、現在ロンドンにある、ラ娘の素書きであった。仕上げたばかりの油絵に基づいて描かれたとみられる。もう1枚は、ブルターニュにいるベルナールに7月頃送られたものであり、プーシキン美術館に収蔵されている。右の円に次のような中期がされている。ベロネーズグリーンを強く加味した白の背景、背景色の肌。 黒い髪と眉、栗色の目、血紅色と紫の横縞の上着、ロイヤルブルーの地に、大きなイエローオレンジの水玉模様のスカート、手に、強蓄もの絵が、髪に、バーミリオンのリボン最後の一枚は、ポール・ゴーギャンに贈られたものであり、ルーブル美術館に収蔵されている。ありがとうございます。